はい、いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。 YouTube クリエイターの本チャンネルです。久しぶりにね、前の位置お邪魔して、がっつり美味しい食材食べていこうかなと思って、はい、よろしくお願いします。時空飛ばし、はい、お待たせしました。久しぶりに食べるね、はい、バトン定食来ました。はい、多分ね、このカブのね、そういうもの、で今日はね、たっぷりね、ごぼうちゃん、てんこ盛りで、美味しそうですね。はい、ちなみにね、このバトン定食ね、アイスとホットがね、おまけとかついてくるんで、はい、食べてみたいと思います。いただきます。はい、いただきます。何ヶ月ぶりかな、もう2ヶ月ぐらい来てないな。うん、うまっ。この音、コリコリ。これね、多分ね、ごぼうのね、いただきます。このごぼうやわらかいな。植物繊維豊富ですからね。これがバトフライです。美味しいよ。今日は身が小ぶりやな。
おいしい時は5本ぐらい食いとるね。多分その時に水揚げの量に深い感じだね。運が割と3つだね。まだ許すとこだったらご飯がおかわりって言うだしな、うん、それでここの料金と一緒だもん。さっきタケちゃんから LINE が来てや、うん、携帯見れって、うん、あ、ちょうどこっからコア特典を発送しよう、うん、こっから次にコア特典発送しよう桜井さんに。今回自分発送できるけん、うん、わしがやったみたいな、うん、1K はちょっと高いけどな、まあ、2人で 1K で 2K やってると思う。でもここの点はまだ相性が悪くなってくると、うん、チブさんは思ったでしょ。あ、チブさんは思った、あの、ぶったいと思う。俺のことを知ってます。あの、ちょっとケバいのと、ちょっと困ってね、手は同じぐらいだけど、一人は相性がなくて、もう一人はパンみたいな。俺以外の方も相性なんだよね。ああ相性なんじゃないんだよ、相性なんじゃないんだよ、ツンデンじゃない。そうそう、ツンツンデン。あの人のデイデリの姿を見たのね、なりたくない。プライベートなんかおもろかったね。プライベートは多分デイデリだと思う。多分あとすごくて、うん、表のカード、表のカードの中を使われて、あの肉のそぼろが入ってる。
はい、空になりました。ちょっとおかずが少ないわね。ご飯の量になって大事。あれはゆっくり下向いて帰るか。まあ、帰ってからずっと寝とってや。うん。だ、15年寝たと思います。ああね。だってわし電話したとき、うんともつんと言わなかったけど、で、神田さんに電話した。うん、で、わしも病院行くまで、あの、市役所のとこで、屁こうやって寝とったけど。最近ここ可愛い子おらんのかな。あと、場所がもう20%かプラスしたらちょうどいいぐらいな、うん、このご飯に対して。そうなの、きれいだ。あら、あの、20秒しかんだなと思う。まあ、ちょっぴっとこうせよ。何うん。ご飯に対してよ、おかずが少なすぎだ。だからここの現場費用さに焼酎5本ぐらい入ってたやんか。うん。多分水揚げはしたいんだけど。うん。だって、マトウダイはそこもんだけん、底引きやろう。うん、そうそう。底引きの多分あれが。でも、マトウダイが売る水深っていうのは、だいたい 2-30m からそこにかけてこれを浮遊しとくから、はい、ただ的の漁獲量が下がってない時間ちゃんかったからですね。これはダラみたいに前通りまくって
ピッカーどれぐらい身が取れるかだよね。一品のジャンパーじゃん、一品のジャンパーじゃんから綺麗な数の人だな。まあこれはそうやね。この動画がね、お前方が高評価、グッドボタン、チャンネル登録などよろしくお願いします。今回はね、島根県高知の前の市からのほんチャンネルがお送りします。次の動画でお楽しみに。バイバイ。